火山管には、裏がある。火山管には、隠された秘密がある。火山管には、謎のエリアがある。ということで、今回は、謎のエリアをご紹介しよう。謎のエリアに行くには、特殊な方法を使わないとならない。まず、このエレベーターに乗る。雑魚が邪魔なので、先に倒しておくか。見つからないように立ち回ることをおすすめする。エレベーターの上に乗ったら、マレニアの騎士塔の戦技などを使用し、空中を移動する。到着。ここが、謎のエリアだ。通常、訪れることはできない。さて、何が待っているのか。探索してみよう。岩がめり込む。どうやら、この岩、透過するタイプらしい。さすが、謎のエリアだ。登ってみよう。岩は透過するが、ちゃんと登れる。一瞬自分が消えたが、気のせいだろうか。謎の場所、何が起きてもおかしくはない。たびたび消えるのが笑える。もしや黒き刃と関係が。頂上まで来た。下には、塔が見える。あちらはどうなっているのだろうか。床が透過した。そこのない世界。さすが、謎の場所。何が起きてもおかしくない。トマトちゃん探検隊は、くじけない。この、出っ張っているのは何だろう。まあいい。今度は落ちないように気をつけねば。次は、先ほど見つけた塔の方向を攻めよう。気になる塔だ。降りられるだろうか。降りられた。さて、届くだろうか。いざ。届いた。が、めり込んだ。塔の中は、スカスカのようだ。今からここを、トマトちゃんの塔、と名付ける。ここに来るたび、通行料を徴収するのでよろしく頼む。何もないようだ。この下にも降りられそうだ。降りられた。こちらの建物は何だろうか。開いている窓がある。頑張って入れそうだ。
ってわー。落ちてしまった。あれは。ってわー。これか、謎の場所の洗礼か。だが、くじけぬ。再度挑戦。今度は落ちないように気をつけねば。あの窓まで飛んでみよう。うおおおお。届かず。あの建物は何なのだろうか。一旦、方角を確認してみる。あの岩山が先ほどの謎の場所であるから、その右の建物が、先ほどの建物。あの建物は、道中に訪れる迎賓館というオチだった。まさかの迎賓館ということで、わざわざ入る必要はないと判断。今度は、右側を探索してみよう。この下の建物の屋根、通常は乗ることはできない。多分。死にそうな気がするが、念のため降りてみる。降りられた。さて、何があるか？何もなさそうだ。ここは、メッセージが多くある。敵もいる。アイテム。ここは、一体、通常、どうやって登ってくるのか。あ。ここ、坂になっている。ということで、今回は謎のエリアのご紹介だった。エルデンリングは、まだまだ未知の部分が多い。本当に奥深い、最高のゲームだ。ぜひ、みんなも探索いただければと思う。また、他にも同様のエリアがあれば、コメント等でお教え願いたい。ご視聴いただき、感謝なり。